ナムコ X カプコンはカプコンの許諾を受けてモノリスソフトが開発しナムコが製造2005年5月26日に発売したプレイステーション 2O のシミュレーション RPG である通称ナムカプナムコとカプコンの新旧キャラクター200以上が登場する両者のクロスオーバー作品本作のディレクターである森泉総一郎はかつてバンプレストで スーパーロボット対戦シリーズのシナリオに関わっており、ゲームオリジナルの主人公を立てつつ著名な既存作品からのゲストが大きな位置を占める点が、同シリーズと共通する要素になっている。一方で、登場ユニットが等身大の人間キャラクターであることとアクション性を伴った戦闘システムで差別化されている。当初は、 オリジナルキャラクターを使用したシミュレーション RPG の企画であり、ナムコ50周年に向けたお祭り要素として、ゲストキャラクターに、ワルキューレの伝説のワルキューレや、ゼノサーがエピソード愛、力への意志のコスモスといった新旧様々なナムコキャラクターを登場させる予定だったが、よりインパクトのある内容にするために、 他社のキャラクターも登場させる案が出され、人気キャラクターを多数要するカプコンとのコラボレーション企画に決まった。初回購入特典は、ゲーム中に登場するキャラクターたちのオリジナルタイトルの楽曲など15曲が収録されたスペシャルサントラ CD。この作品の後にモノリスソフトが開発を担当した、無限のフロンティアスーパーロボット対戦 OG ーーサーガー、無限のフロンティアエクシード。 スーパーロボット対戦王子イーサーガには本作の主人公であるレイジと消防、コスモスなどが登場している。10年前、渋谷にて起きた2つの組織の戦い。揺らぎと呼ばれる空間の歪みを起こして異世界を繋ごうとしたオーマとそれを阻止しようとした政府の特務機関、シンラの戦いは、シンラが揺らぎの出現を阻止したことによって幕を閉じた。 しかし、それから10年、揺らぎは、今ひとたび世界を蝕んでいた。交わる、はずのない異世界が連結し、そして過去に撃破、封印されたはずの悪役たちが、次々と復活する。信羅のエージェントである、アリス・レイジと、消防は、揺らぎの真相を追っていくうちに、様々な異世界を冒険し、そこで、 かつての巨悪を倒した英雄たちや様々な教者たちと出会い結束し、事件の裏側に潜む陰謀と対峙する。本作の舞台は5つの異世界より形成されており、参戦作品の世界観はすべていずれかの世界に属している。本来は交わることのないこれらの世界に揺らぎによって人物や場所が別の世界や時代へと飛ばされるという混乱が起きる。 同じ世界に属する作品に関しては、世界観及びゲーム内での出来事が、同一世界上でのこととして扱われており、ある作品の人物や、キーワードを、同じ世界に属する人物や、原作の世界観的につながりがある世界に属する他、作品の人物も知っている。名前の後にがあるのは、敵キャラクター、があるのは、戦闘に参加しないイベント専用のキャラクター。 最初に敵として登場し、途中で仲間になるキャラクターは印をつけていない。主人公オーマ・クロノア・ヒーローズ本作に登場する、クロノアシリーズのキャラクターたちは、ゲームボーイアドバンス版、クロノア・ヒーローズの世界観と設定を下敷きにしている。また、ボイスも、初期作品のような独自言語ではなく、普通の日本語で喋る。作中に登場するステージは、 風のクロノアに世界が望んだ忘れ物をベースとしている。原平内ちデン、ゼノサーガシリーズソウルキャリバーシリーズキャラクターの外見などはソウルキャリバー2が元になっている。超絶隣人ベラボーマンディグダグ、テールズオブデスティニーテールズオブデスティニーに、鉄拳シリーズドルアーガノと、イスターの復活バーニングフォースバラデューク、妖怪道中期、ワルキューレの冒険。 伝説はアンダーモモヴァンパイアシリーズガンサバイバー4バイオハザードヒーローズネバーダイキャプテンコマンド・オストライダー・ヒ竜、ーストリートファイターシリーズディノクライシスファイナルファイトシリーズマカイムラシリーズモエロジャスティス学園ロストワールドロックマンダッシュシリーズステージのタイトルには現在の状況や出来事出演キャラクターのゲームのタイトルセリフや曲名などが使われている ステージ数は、プロローグ5ステージ、本編45ステージの、全50ステージ構成になっている。いずれも作曲は、古代雄造、歌はフレアーが担当している。モノリス・サフト。2005年11月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年8月2日閲覧。男女のペアだった場合、防御時の担当は必ず男性キャラクターになる。 ABMD 総一のツイートストーリー上の続編にあたるプロジェクト X ゾーン2では実は765歳以降年齢を数えていなかったことが判明している。ABCD モノリスサフト2005年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月2日閲覧 ABMD 総一のツイート MD 総一のツイート コンセプトを明確に、ナムカップ、斉藤和恵さん。gpara.com。2016年10月8日閲覧。愛のない批判はしない。ナムカップ、春山和則さん。gpara.com。2016年10月8日閲覧。ありがとうございます。